この動画では64オーディオってどんなブランドなのか、そしてまあどんな特徴があって、どんなところが良くて、どんな機種があるのかというのをご紹介していきます。こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イヤホン PR スタッフの2代目イヤホン王子ことゆてぃです。ということでですね、今回は私の、ね、大好きなブランド、これ、ね、64オーディオについての動画となっております。64オーディオ好きだよっていう方ですとか、ちょっと気になってるんだよねっていう方はぜひ見ていってほしいなと思います。この動画がですね好評だったら、他のブランドでもね、このブランドってこういうブランドだよ、こういう製品があるよっていうのをね、こうシリーズ化していきたいななんていうふうにね思っておりますので、高評価、あとはね、コメントの方もねぜひお願いいたします。ではまずね、簡単にブランドの方を説明しますけれども、64オーディオはですねアメリカのカスタム IEM のメーカーでございます。主にねステージ用のイヤモニを作っているメーカーです。あとはね軽く説明するんですけども、64オーディオはですね独自技術にとてもこう優れているようなブランドになります。でね、早速本題の方に入っていくんですけども、今回はですね全機種の簡単な紹介、そして他のブランドと決定的な違い、ここが優れているよっていうところ、そしてその中からですね個人的に特におすすめしている製品っていうのをご紹介、そしてそこから見える64オーディオってこういう音作りしてるんじゃないのみたいなところを話していこうと思います。ではまずね全機種一覧で見ていこうと思います。で今回はですね今イヤホンの秋葉原店で視聴できるものに限定しております。そしてユニバーサルモデルのみの紹介となります。ということで一覧がこちらです。まずは U4S ですね。こちらが175,000円の製品ですね。音場が広くて迫力のある音が特徴の機種かなと思います。ラウド系の音楽ですとか、あとはライブ音源なんかが非常に相性のいい製品です。次が U6T ですね。こちらが22万円です。豊かな低域と自然で優しいサウンドっていう感じです。まあ、ポップスですとか、こちらもクラシックとかにね非常に相性がいい機種かなと思います。次がティアトリオですね。こちらが314,100円の製品です。透き通った美形のサウンドっていう感じですね。こちらも音場がかなり広くて全体的にバランスがいいような機種になります。こちらは女性ボーカルとの相性が非常にいい機種かなと思います。次がニオですね。こちら285,000円です。ボーカルの生々しさと空間表現に富んでいるサウンドだと思います。こちらはロックですとかポップス、こちらもあとはライブ音源とかが非常に相性のいい機種かなと思います。次がボリュールですね。こちらは367,314円。弾むような低域と繊細な高域っていうのが特徴です。こちらもロックとかクラシックに非常に相性いいかなと思います。次がデュオですね。これ結構変わっている製品で、まあ、低域感がすごい良いのとずっしりした低域っていうのがあるんですけども、これね唯一開放型なんですよ。で開放型なのにこの64オーディオ独自技術のおかげで音漏れがほとんどしないっていうのはねとても珍しい機種になってます。こちらもライブ音源ですとかロックとの相性が抜群です。次が U18 ティーザーですね。こちらは459,000円です。これでも圧倒的な情報量と艶やかな中高域が特徴の製品かなと思います。これはねもう本当に何でも鳴らせるようなもう本当に万能機っていう感じだと思います。次が U18S、 こちらも459,000円の製品。濃密なサウンドでありながら分離感が非常に高いのが特徴です。こちらはクラシックとかロック、あとジャズとかフュージョンとかそういったちょっと雰囲気のある楽曲とも相性いいかなと思います。で最後がアスパイア4というですね、こちら本当に発売したばかりの新製品となっております。こちら154,800円です。64オーディオの中のエントリーモデルになる機種なんですけども、非常にバランスの良いサウンドという感じです。まあ、ややボーカルの帯域っていうのが前に出てきて聞きやすいサウンドで、まあ、結構こう万能受けしそうなサウンドになってるかなと思います。まあ、こちらもね結構こう何でも鳴らせるんですけども、まあ、ポップス系とかあとはロック系っていうのが相性いいかなと思います。はい、ということで、まあ、ざっくりねご紹介したんですけども、ここでね簡単にこの64オーディオって他のブランドとね圧倒的に違う点、まあ、差別化できてるよっていう点がねあるんですよ。それが、まあ、先ほども言った独自技術の多さっていうところです。でその中でも特にね特徴的なのが APEX テクノロジーっていうものですね。まあ、知ってる方も多いと思うんですけども、この技術ねめちゃくちゃ簡単に言うと64オーディオの、ね、イヤホンのほとんどに APEX モジュールっていう、まあ、そのテクノロジーに関係しているねパーツが付属しているんですけども、まあ、これがね耳にかかるその負担っていうのを減らしてくれるものになります。あとはねデザインと
としてもすごい 6E4 オーディオのなんか特徴になってるかなと思います。まあ、6E4 オーディオはそのステージ上のねイヤモニとして作られているので、アーティストがステージ上で使っているものになります。で、こう僕は大好きな Uberworld をね、使っていて、それを知った時からこのブランドが好きになったんですけども、なので、まあ、歌番組とかまた好きなアーティストのこうライブの映像とかね見ると、たまにねその APEX モジュールがついているイヤモニを使っている人がいますね。それはもう間違いなく 6E4 オーディオなので結構わかりやすいと思います。なので、ね、ぜひ探してみてくださいということでですね、まあ、そんな 6E4 オーディオのイヤホンなんですけども、まあ、その中でも私が特におすすめする4製品に絞ってですねご紹介していきたいと思います。まずはねこちらです、 U4S ですね。アスパイア4が出るまでは 6E4 オーディオのエントリーモデルとして位置づけられていた製品です。音場が広くて迫力のあるサウンドっていうのが特徴です。まず迫力のところなんですけども、音全体の押し出しというか距離が近い傾向にあるので迫力を感じるっていう風に思ってます。また低音がね結構多く出ているので、それも迫力があるっていう風に思う、まあ、一つの要因かなと思います。音場の広さのところですけども、包み込まれるような感覚っていうのがあります。音全体が近いっていう話をしたんですけども、しっかりとこう空間はあるように感じられていて、あの臨場感ですとか没入感を演出してくれると思ってます。ライブ音源にも合うってお話したんですけども、本当にその場にいるような感覚っていうのを味わっていただけるかなというふうに思います。次がニオですね。ちょっとあのニオだけねケーブルも違いますし、ここにねエアラついてますけど、僕のアイキです。これ使ってるもう大好きな機種なんですけども、まあ、どこがまずそんなに好きかっていうとですね、美しいデザインと、まあ、これも重複しますけども、ボーカルの生々しさと空間表現に富んでいるっていうところが好きなポイントです。まずねデザインの方なんですけども、アバロンシェルっていうものを採用しています。まあ、貝殻ですね。これはね本当に美しいです。まあ、今ね映像で見ていただいてると思うんですけども、本当に美しいところっていうのがまず好きなポイントですね。でサウンド面のところですけども、 6E4 オーディオそして他のイヤホンブランドの中で見てももうかなり音場の広さっていうのも感じられる機種だと思います。この同ブランドの中で見たら最も音場の広さっていうのを感じる機種です。そこに、まあ、僕はそのボーカルが綺麗に聞こえたりとか近い、イヤホンが好きなんですけども、そのボーカルの生々しさっていうのがその音場の広さってところにこうプラスされているのがもう本当に好きな要因だと思ってます。次がですねこのボリュールですね。ボリュールはちょっとあのニオに似たデザインになってるんですけど、これも本当にその美しいデザインと、あとは弾性力のある弾むような独特の低域っていうところが魅力的な製品になってます。その低域の表現のところなんですけど、まあね、ここでもねちょっと独自技術になるんですけども、トゥルーアイソバリックっていうね今までこう使ってこなかったこのボリュールだけにしか搭載してない新しい技術っていうのを取り入れた機種なんですよ。でそれによってそのずっと言っているその独特の弾むような低域っていうのを実現しているんですよ。とにかくもう本当に低域が気持ちいいという感じです。まあ、ちょっとね独特な低域であんま聞いたことのないこの低域の表現なんですけども、まあ、イヤホン全体の音は割とバランスよく、まあ、どの帯域も素晴らしい、もうまさにハイエンドって言えるような、まあ、この価格結構ね、いいお値段しますけれども、なるほどってこう納得できるようなサウンドには仕上がってるかなと思います。で最後はですね U18 ティーザーですね。これはね圧倒的な情報量そして艶やかな中高域ってところが魅力の製品になります。この U18 ティーザーと U18S っていうのがあって、価格は一緒です。でドライバー構成も一緒です。なのでどっちがいいかって迷う方が非常に多い機種で、どっちをおすすめしようかって悩んだんですけども、個人的にはティーザーの方が好きで、 S よりもちょっとすっきりしてるんですよね。 S の方がもうちょっとこう濃厚なサウンドっていう感じがします。で本題に戻るんですけども、とにかく情報量が多いなのについね聞きやすいんですよ。片側に BA が18機積まれたイヤホンになるんですけど、まさにタドラっていう感じのこうものすごい情報量を一気に耳にね入ってくる感じがするんですけど、たくさんね BA が積まれている製品ね最近どん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 増えてきてるんですけど、ここまでうまく大量の BA を扱っている機種っていうのはこの U18 ティーザーと U18S ともにねこれ以上はまだないんじゃないかなっていうくらい、この BA のタドラの使い方っていうんですかね、そういうのにめちゃくちゃ長けているようなサウンドだなっていうふうに思います。なんかどこかの帯域が多いとかっていうのはそんなないんですけども、割とこうフラットめなサウンドではあるんですけど、中高域がやっぱとってもツヤっ
ぽいんですよね。ここは個人的にはすごい好きなポイントなんですけども、最近のポップスとかってすごい音数が多いじゃないですか。なのでポップスですとか、あとはロック系とか、もう本当に何でも合うんですけども、特にそこら辺が相性いいんじゃないかなというふうに思ってます。で最後になるんですけど、まあこれ全機種ね、聞いてみて64オーディオってこういう音作り目指してるんじゃないかなというか、特徴みたいなところで言うと、結論空間表現に非常に長けていて、バランス型ではあるものの定義が出るモデルがめちゃくちゃ多いっていう感じですかね。 APEX テクノロジーがね搭載されてる機種が多いっていう話をしたんですけども、簡単に言うと耳の空気圧をコントロールするような技術なんですよ。なのでその音場の表現とか、その空間表現に長けたその音作りができるのかなっていう風に個人的には予想してます。あと低域が出るモデル結構多いんですけど、やっぱりプロ仕様のねステージモニター用の機種が多いので、ある程度はバランスが整えられてるんじゃないかなっていう風に思うので、低域が多いモデルが多いんですけど、こう破綻してないというか聞きやすいようなサウンドに仕上がってるんじゃないかなっていう風に思ってます。あとは APEX テクノロジー以外にもですね、本当にたくさんの独自技術が詰め込まれているブランドになるので、例えばさっきの DUO みたいにね開放型なのに音漏れがしませんとか、ボリュールみたいになんかすごい独特な低域を出しますよとかね、なんかそういったやっぱ他のブランドにはない特徴っていうのが詰め込まれているブランドだと思うので、もしね気になった方はぜひ一度視聴してみてほしいなというふうに思います。ということで今回の動画は以上となります。バイバイ。この U18 ティーザーとか U18S ね、この2機種は S と T どっちが好きですかみたいなのをね結構聞かれるんですよ。で例えばじゃあ S ですって言ったら、ああ分かります S ですよねみたいな、そういう会話がたまにあったりするぐらい皆さんこう悩まれる機種なんだなっていうふうに思ってます。